配信してよ。プランク配信してから趣味って言いなよ。だって毎日ね、カメラせこくお持ちなんですから。でもプランクやるとき全裸でやるんで、やっぱ載せれないじゃないですか。全裸でやらなきゃいいじゃないですかね。なんで全裸なの？皆さんプランクやったことないからわかんないと思うんですけど、あるあれ汗かくんで服着てたらびっちゃびちゃになっちゃうんですよね。ねるちゃん、趣味のところ全裸プランクにしといて。全裸プランクですね。超ビッグ番組、グミ100始まりました。超ビッグ番組ですから、本日もビッグゲストが来るみたいですけど。そう、なんか入組したい、したいって、うん、もうすごい聞かない人いたんで、うんうん、だからなんかね、コネ入社しようとしてきたやついたんだよね。コネ入社ですか？うん、あの松本組史上初のコネ入社を図ってきた。じゃあ本日もね、はい、2名、どうしても松本組に入組したいという若者が来てますから、じゃあその若者2人をお呼びいたしましょう。鶴川南波さんと松ヶ瀬隆也さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こんばんは。いや、ちょっと本当にグミっぽくなってきましたけど、なんか絵面がなんかちょっと、いや左の人だけね。え、俺のことかい？俺のことかいじゃね。知らなかったっすよ、僕。どうしたんですか？松ヶ瀬さんが、まさかコネ使ってまで入りたいと思わなかった。うまい。そんなに入りたがってるとはね。違う。松ヶ瀬さんじゃないですけどね。違う。え、だって、あれ？普通に考えて、ね、僕じゃないってことは？俺なの？ちなみに、お二人は松橋さんと南波さんはなんか仲良かったり交流あったりとかあるんですか？ちょっと黙るのやめてもらっていいですか？仲悪いみたいです、組長。びっくりしちゃっても。松橋さん的には南波さんみたいな人はあまり得意ではないみたいな感じですか？いや、なんかね、うん、難しいんだよね、渋川と絡むの。違ったっけ？松橋さん、ちょっと。え？ちょっと。何？仲間ですよ、我々一緒に面接受けてる。え、ライバルじゃなかったっけ？違う、一緒に二人で語学しましょう、仲良く。仲良く。わかんない、一人だみたいな感じだったよね。いやいや、違う、やっぱり。なんか違う、手を返してんな、さっきから。手を取り合っていきましょう、一緒に合格していきましょう。ベストコンビということで、ね。ベストコンビ？はい、じゃあ、まあ、渋ヶ瀬コンビでいきましょう。渋ヶ瀬コンビでね、はい。はい。アピールポイントください、アピールポイントお。じゃあ松越さん的に何かこう自信のあることとかは？そうですね、美味しいご飯と美味しいデザートを作れるのはもちろんで、組長にぴったり似合うスニーカーを用意できます。おーおー、組長スニーカーよく履いてますからね、スタンスミスとかね、ちょっと今一歩リードだね。まずい、まさかスニーカー出てくるとはな。ねえ、やっぱフィジカル大事だっておっしゃってましたけど、組長は。お二人とも身長おいくつぐらいあるんですか？まあ、この画面見てわかる通り、僕と松ヶ瀬さん同じ身長なんで。まあ、そんなわけないよね。画面見てもらったらわかるんですけど、まあ一緒なんで、どう見てもね。ガタイは互角みたいな。うん、あれそうでしたっけ？そう、だって画面見たら一緒ですよね。頭の位置一緒ですよね、どう見ても。うん、松ヶ瀬さん、ちなみに身長、松ヶ瀬さん、おいくつぐらいあるんですか？僕ね、そんな大きくないんですよ。175ぐらいですね。あー、じゃあ、こぐらいですかね、身長は。いやいや、ちょっと待って、僕も同じぐらいってことはそういうことですよね、大体。いや、なんか、20センチぐらいのブーツ履いてるでしょ、あれ。確かに。はい。じゃあ、早速ですが、面談の方に参りましょう。好きな VTuber、もしくは知っている VTuber はいますか？松ヶ瀬さん、VTuber とかご覧になることありますか？正直ね、ほとんど見たことがなくて、はい、唯一見たことあるのはね、ねるちゃんだけなんだよね。そうなんですか？ハネルの何の配信を？アクリルスタンド開封してるやつとか見たな。松ヶ瀬さんのやつ欲しいってずっと言ってるやつですよね。そう。うんうん、なんか自分の名前出てきて嬉しくなっちゃって。松ヶ瀬さんと、松本組長をね、出すって言って やり始めて、組長だけ出ないというね。結構な数買ったんですけど、出なくて、ランダムに。なかなか、出てたらこうなってなかったかもしれないから。確かにね。ちなみに今、新域リ
ーグっていう VTuber がたくさん出ているあのリーグ戦があるんですけど、麻雀の。ありますね。ね、はい、そちらもじゃあご覧になったことはないですか？それはね、この間ちょっと見たんですよ。見ました？え、ちょっといいか、僕とねるちゃんが所属してるチーム名言ってもらっていいですか？なんだっけな、なんかアキレスとかなんかそういうの。やったね、やっちまいましたね。アキレスはまずいな。アキレスは。あ、そうなの？これ本性出たね。なに？アキレスはね、大井隆晴プロがやってる方なんですよね。そうなの？ライバルチームですね。あ、そうだったんだ。やっちゃったね、これね。途中までね。なんかねるちゃんちょっとね、あのパチラにこびってね、俺ねるちゃんしか、ねるちゃんしか見たことないし、なんかあの小さい元気リーグはこの前見たよみたいな感じで、これ見てないね。たまたま覚えてたのよそれを。そして南波さんは見たことありますか、 VTuber の配信は？そうですね、いろいろ。ちょ、どれの配信を、まあ、いろんな人の見たんですけど、やっぱ一番好きなのは、うんうん、やっぱ稲葉跳ねるっていう人なんですよ、ね、めいこちゃんじゃなかったかな確か。え、いや、違うんですよ。違うんですよ。稲葉はねるっていう人がやっぱりね、喋りも面白いし、可愛いし、麻雀もこれからに期待できるし。あれ、なんかメイコちゃんの麻雀大好きみたいな人言ってんの見たことある？いやいや、そういうことはあれなんですよ。やっぱ、まあ、そういうこともあるんですよ。日によって。お、日によって。ベルちゃん以外の VTuber 別にそんな好きじゃないってことでいいですかこれ。違うんですよ、もう全部ハンバーグとラーメンと寿司が並んでて、どれが一番好きっていう話で全部好きなんですよ。あ、じゃあ若林さん、ハネルの配信何が好きですか？アクリルスタンド配信が。ああ、あれ、あれがいいかな、なんかあのいろんなルーティーンやってる。なんかモーニングルーティーンとかやってる。モーニングルーティーン、うん、やっちゃったねこれね。やってますよねモーニングルーティーン、きっとね、うん、モーニングルーティーン中野支部出ちゃったね。あとナイトルナイトルーティーンとか、うん、なんか朝起きたらまず鏡の自分に挨拶するっていうのがとっても好きですよね。やったことあったっけ。やばいねこれ、やっちゃったな、やっちゃったなこれな。確かに、ね、正直に言っちゃいなよ、見たことないって。あるんですって、見たことあるの、見たことあるんです。まあこれはね、これは、まあ、よくわかりましたね、こちらね、わかりました、これよくわかりましたね。いや違うんですって、ちょっと。麻雀以外の趣味は何ですか？あ、これは先松ヶ瀬さんに聞きました。はい、松ヶ瀬さんは、まあ趣味って言われるとやっぱり料理と、はい、最近は回すことかな。回すことですね。いろんなもの回してらっしゃいますからね、はい、最近。最近そうですね。まあ、あとは、ウォーキングが好きで。ウォーキング？ウォーキングは。やっちゃいましたね。なんで、なんで、なんでよ。なんで、何やった？立場に立ってこようとするのやめてください。こっちの立場で聞いてくるね。え、ウォーキングは結構ね、いきなり走ったりすると膝悪きそうなんで、うんうんうん、長い時間歩くことにしてるんですけど、結構ちょっとウォーキング嘘ついたね。え、嘘か、嘘やっちゃいましたか。嘘ですか、何が嘘なんですか。ガセさん最近痩せました？いやいや、別に痩せようと思ってやってないのこれ。体力が落ちないようにやってるだけで、うんうんうん、松ヶ瀬さん1回でも歩いてる動画をツイッターに投稿したことありますか？普通、普通するかな。ネットMリーグとかに乗ってて、そう、ネットMリーグではね、ウォーキング出てましたからね。この日だけじゃないんですか？なんで詰めるの？なんかさ、マジ、あら探そうとして必死じゃないマジで。違います。ちょっと、失望してるだけで、僕もちょっと。興味が出たと。そうそう、興味出ただけ。あなた、質問のパートじゃない。じゃあ、そんな右の方、麻雀以外の趣味ございますか？はい、最近ですね、はい、プランクをやってるんですよね、毎日。筋トレですか？はい、うん、プランクで体を鍛えることによってね、松本組長に認めてもらえるような体を作って頑張っております。え、しかもプランクじゃない、プランクなんだ。いや、その発音もどっちでもいいんですよ。以上プランクだけですか？いや、あと将棋ですね。将棋は確かにお好きですよね、
プランクしてんのツイッターに載せたことあります？え、そういうのって表に出すもんじゃなくないですか？ウォーキングツイッター載せたことあんのかよみたいな。いや、ただ聞いただけじゃないですか。質問しただけで。もう松本さんネット M リーグでも出てましたけど、ノブさんなんかに出てました、うん、プランクやってるの。だからやっぱそういうのって影でやるものなんで、表に出てる方がむしろ怪しいみたいな。いや、プランクはやっぱ影の努力みたいなね。プランクどのぐらいやってるの？確かに。ああ、プランクはね、だいたい1週間前からやってて。やりたてじゃねえか。頻度的には。最近30秒できるようになりましたね。プランク配信してよ。プランク配信してから仕組みっていいね。だって毎日ね、カメラせこくお持ちなんですから。ええー。でもプランクやるとき全裸でやるんで、やっぱ載せれないじゃないですか。全裸でやらなきゃいいじゃないですかね。なんで全裸なの？皆さん、プランクやったことないから分かんないと思うんですけど、あるよ。あれ、汗かくんで服着てたらびっちゃびちゃになっちゃうんですよね。ねるちゃん、趣味のところ、全裸プランクにしといて。全裸プランクですね、わかりました。だって、汗かいてびっちゃびちゃになっちゃうんだから、服脱がないとできないじゃないですか。なんか、全裸プランクになっただけでめちゃくちゃ変態野郎みたいな。変態野郎ですね。これ悪いな、響き、将棋隠れてるしな、なんか。松本組でやりたいことはありますか？これ、いつもと変えてないんですよ、今までない。なるほど。なんで、予習してきた人はもうね、忘れてるはずなんですよ、これ。はいはいはい。じゃあ、難波さん、ありますか？え、いや、順番、松ヶ須さんからですね。はい、考える時間持ってんじゃねえぞ。違う、順番通りいきたいと。お願いします、松ヶ須さん。でも、松ヶ須さん。なるほどね。はい、何かありますかね。まあ、やりたいことっていうか、協力できることは何でもできますよね。だから、松本が配信してる時とかに、たまにその協力して一緒にやってもいいですし、いいですね。お腹空いたらご飯ね、作ってあげますし、はい。豪華に襲われそうになったら、身を挺して守りますよ、首長。おー、はい、給仕担当としてね、いけそうだね。何でもやります。はい。で、次の方考え終わりました。え、なんすか、もう僕準備万端ですよ。はい、僕のターン来るのずっと待ってたんですよ。あ、そうですか。はい、じゃあ右の方、はい、そうですね、僕は入ったらやっぱりグミンのみんなでね、パーティーして、パーティー配信したいですね。はい、パーティー配信、はい。それ別にナンバーさんじゃなくてもできますよ。いやいや、違う、みんなで集まるんですよ。まあグミンナンバーワンの虫眼鏡さんも呼んで、はい。それ虫眼鏡さんに会いたいんじゃないですか、ただ単に。いや違うんですよ、ただみんなでパーティーなんで、やっぱハブるのかわいそうなんでしょうがない、ね、かわいそう、みんなでパーティーをしようかなと思って。怪しいな、怪しいです、ね、怪しく全然 何の話か分かってるんですけど、パーティーをなんか私利私欲にまみれてるな、なんか全然まみれてる。で、そのパーティーの料理はこちらのね、一緒に入る松ヶ須さんに作ってもらって、はい、これ別にさ、俺だけって大丈夫じゃない？何言ってんすか、松ヶ須さん。冗談きついっすよ。その理論で言うとね、ヤセさんパーティーするならパーティーの料理作るの必要だけど、ナンバさんパーティーに別にもう人数合わせて。いや、いりますから、僕はちゃんとカバン持ってったりしますから。今現状のグミンだと、虫眼鏡さんとかは財力があると。で、吉郎さんとかはシステム周り、はい、パソコン周りがものすごく詳しいです。これは素晴らしいですね。僕はパーティーできるんで、パーティーができるということです。はい、わかりました。パーティー担当、パリピ多いパリピ多いですね。パーティー担当します。なるほどね、わかりました。はい。